上杉隆のニューズリテラシー久々です。二千二十二年四月一日十九、えー、時十五分ニューズオペードの、えー、放送の後に、えー、ノーボーダー DX スタジオのこの場をお借りしてしております放送しております。<laughs> なんだ <laughs>、えー？今日はテーマはですね。えー、オペードでも話をしました。えー、船橋さん、えー、船橋明恵さんがあんかじゃないナビゲーターのもと。 前神奈川県知事前参議院議員の松田茂文さんをゲストにお呼びして先般ですね発表された山梨静岡神奈川の3県,3県の知事が合同で発表した富士山噴火の中間報告これについて扱いましたで結論から言うとですねまあ中間報告みんな一生懸命作ってるんでしょうけどそもそもちょっと細かいところに行き過ぎちゃってて。 もう少し大きい、えー、対応をした方がいいんじゃないかと,というのが一つとそれは、えー、何を言いたいかというとやっぱり現実を直視するつまり最悪のシナリオをきちんと提示してそして、えー、最善のシナリオその中の中間的な値である予想を立てて、えー、こういうふうになるんですよとこれが起こった場合はこうにしましょうと、えー、いうふうに言ってあげないといけないんじゃないかと思います。 松田さんもねオペレの中ではパニックが起こると言うんですけど僕自身は一回もそういう考えになったことなくてむしろ本当のことを教えななないからみんんパニックになっちゃうんですよ情報が、えー、やはりねあのやっぱり祝賀政治じゃないですけど日本のね為政者っていうのは意外と本当のことは俺たちだけが知ってればいいんだ、えー、国民や市民はそれは祝賀つまりね愚かだから教えなくてもいいよパニックになるからと。 まあ非常に傲慢な政治やメディアだと思ってるんですねずっとむしろアメリカのようにちゃんと全部教えて判断はそれぞれはすればいいんで、えーまあ、これを根拠に、えー、今日お話しするのは、えー、富士山の噴火、えー、南海トラフ相模トラフ含めた首都直下型地震、えー、津波、えー、災害はいつ起こるのかと、えー、いうことを今日は予言ジャーナリストとしてお話をしたいと思います。えー、かつて なんだっけなテレビ東京のあの番組、えー「信じるか信じないかはあなた次第」っていうなんかね、えー、都市伝説のあの番組に出たことありますけど、えー、結論から言うと今月でしょうこれまた言うとこれたかれるんだよなもう叩かれるほどみんな見てないからいいんだけどえー、っと今7月なんですけど根拠はいくつかありますまず一つにはエビデンスとしては、えーまあ、これは本当にね普通に言われてるんですけど、えー、気象庁の今ホームページをちょっと見てます。 でこの1週間で起こった地震の数はねこれ日本でとむしろ多いんですがえむしろ数がね少なくなっちゃうと危ないんですよ。これ静音期って言ってえ数がいくつかずっとあるのはいいんですけど静音期の後に地震が0とか1とかなっていきなり1週間ぐらいして元に戻って正常値に当たった後に大体ドーンってきてんねもうこれ過去の事例でそういうふうになってるんでむしろ静音期の方の直後は怖いと。だから今はね 結構頻発,に頻,発頻発してますですからこれが1週間後ぐらいにいきなり静音期に入って1週間後後のこの後にですねでその後に綿元に戻った後にドンとくるっていうのが、まあ、3.1日の時もそうですし、えー、1995年の1月の阪神大震災の時もそうですが、まあ、そこまでは分かってるんでこれは別に、えー、予言でも何でもないです過去の事例をもとにそのような傾向にあるということですね。 でここ1週間のを見るとです、ね、どういうことかというと3月23日はです、ねまあ、結構大きいんですよ、台湾付近6.6は別として、まあ、石川県能登地方ではこの日で4回かな沖縄県北西沖もそうですがなんといっても福島沖あの3月16日の地震以降余震のような形で起きています。ね えーまあ、4以上で扱っても埼玉、えー、県北部、3月24日4.1福島県沖、同じく24日4.4倉敷島4.025日,福島、えー25日島、福島県沖5.1同じく25日、宮古島近海4.3福島県沖4.026日、福島県沖4.5十勝沖4.0これちょっと結構大きいです。 これまで過去あの、気象庁のホームページ、私もずっとフォローアップしてるんですけど、4レベルがここまで頻発しているのは、なかなかないですね、26日、根室半島南東沖4.0、沖縄本島北西沖27日5.6、27日、同じく十勝地方南部5.1、27日、福島県沖4.2、同じく27日、福島県沖4.2、宮城県沖4.1、福島県沖4.3、 えー、福島県沖4.7、28日になると福島県沖、えー、じゃない、ごめんなさい、えー、日高地方中部、北海道ですね4.2、えー、29日、えー、福島県沖4.6、宮城県沖4.0、岩手県、もう長いな、これ、30日4.6、えー、沖縄県北西沖、えー、30日5.5、同じく5.0、ずっときて、えー、福島県沖、30日4.0、そして昨日ですね。 えー、昨日です。3.1、3月31日、南太平洋で7.2マグニチュード7.2、それから、えー、千葉県北西部で4.7、京都府南部で4.3、珍しいねな京都府の南部では、千島列島5.2、えー、それから、えー、そうですねこういうふうに起こっていると。で何を言いたいかというと地震がいっぱい起こっているから起こるんじゃなくて。 活動期に完全に入ったというふうに見ていいんじゃないかと思います。えー、そしてこの活動期は、えーまあ、1月だったんですけどあの日向灘沖で6.6というです、ね、マグニチュードこれが南海トラフの評価に0.2足りなかったので6.4だったかな。えー、結局あの検討委員会開かれなかったんですけど事実上0.2のマグニチュードの差っていうのは人間が作ったものですから自然が。 いや今回はね全長減少じゃないように0.2減らしておいたよっていうことにならないわけです当たり前ですけどだからそこをもとに南海トラフが発生するっていうのは過去の南海トラフの事例からして非常に多いので、まあ、これは活動期というかもういつ起こってもおかしくないなというサインだというふうに見た方がいいと思います。そして前回ののの今日日テーマだったんででですすけけどど富士山噴火にに伴うう南海トラフっていうのは年ですけど、えー、まさに日向の間で えーまあ、当時マグニチュードっていうよりも、えー、いくつかの地震があったわけですねもう300年以上前ですから。でその後にいきなり、えー、南海それから東南海東海と全部プレートが崩れるわけです。日本列島は4つのプレートがね重なってる非常に複雑な地形ですし特に関東地方がその4つのプレートはもうこ,のこんなふうに組み合わさってるんでつまり断層が1234プラスとここで重なってるんで6以上あるわけですね。えー、だからそういうい意味では どういうふういいふに起こるかか全く想像がつかないわけですでその上にこっちに富士山が乗っかっていると、えーまあ、そういう意味ではですね、えー、南海トラフが動いた1707年の時はその49日後に富士山が噴火したと、まあ、こういうことなんです一っていっていって。で,でそのでその後ずっとまた地震が,つなが続くんですがあの最近分かったのはですね1923年の9月1日の関東大震災あれも実は1回の地震じゃなくてあの 短い時間の11分間揺れたというのは記録に残っているんですがこれ全部別の地震です震源全部違うんで小田原それから相模のところ、それから千葉東京湾といって7発食らったんですよそれはもう壊滅するだろうというのはでそれが実は1923年からもう今99年経ちましたが え普段はこれ大体60年から70年周期で起こる、えー、相模トラフのその動きが起こってないとですから何かの大きな地震があったときに誘発されて一気にそれがまた動き出す可能性もあるということで複合災害といって地震と津波と火山というのは大体有史歴史的に見ても例えば863年代の上岸もそうですけど1 7百7年のその宝永もそうですけど起こると一緒に起こるんですね。 ですから、順番に起こってくれればね、対応できるんですけど、今回はこの4月。前兆現象も含めてですね。そろそろもうちょっと限界に来てんじゃないかということで、4月というふうに、今月。気をつけてください。で、別に脅してるわけじゃありません。これ準備しろって言ってるんですね。もうとにかく、最終的に生きるか死ぬかって、正直言って、運です。これは。たまたまね、あの水を走ってて。 巨大な地震が起こって津波にまれたらももうそれれは助かかなないかもしれないししたまたま海に住んでる人は山に、ね、仕事行ってて助かるかもしれないし町の中にいてもねたまたま頑強なビルの中にいて助かる人もいるし外に出た瞬間に上から何か落ちてきて死ぬ人もいるしこれはもうしょうがないんです人間だから。だけどその上で助かった上でさらに身を守るっていうのはここからは今自分たちが努力できることですから。発生直後,発生直後は これどうにもできないんですけど発生してから二週間一ヶ月三ヶ月と場合によっては一年二年そういう生活を余儀なくされた場合にどういうことができるかっていうのは準備ですですからぜひ準備をしてくださいというのがこの今回の動画の目的です今月日付まで分かってるんですよねここからはあれですね多分 YouTube でもバンされる可能性があるんであんまり言わないように必要と思ったんですけどあのインドの少年預言者 テンド君名前もよく分かってないんですけど、まあ、彼がまた動画をアップしてるんですけど、まあ、彼はねコロナウイルスのやつを予言で先生術を使ってやったと言ってるんですが彼がね2021年にアップしてるその英語の彼が英語でしゃべってる動画見たら3月にねなんか大きなイベントがあると。で3月16日って言ってたかな。でこの2022年の4月に土星と火星 こがよく分から、ね、それが変な逆行するかなんかで、えー、非常に悪いことが起こると特に4月13日とかその辺かな。でこれあの言ってるとこの人大丈夫かなと思うんですけど、えー、基本は人類って,人類知って、ね、分かんないことだらけなんですよだからこれ合ってるか合ってないかじゃなくて、まあ、そういうことの考え方をする人なんだなと思って僕は聞いてるんですけどまあ過去を言うと。 完全に当たっていることではないんだけどなんとなく当たっていることもあるんで、まあ、少なくとも気をつけた方がいいんじゃないかと特にこの日本を含めた太平洋岸に大きなイベントがあるというふうに言っているんで、まあ、それはね起こる起こんないじゃなくて起こることもあるという前提で、まあ、準備するとで彼は4月13日って言ってるみたいですけど見てるみたいで4月13日って言ったかなそうですねあの4月のこの時期だと。 今月はね皆さん気をつけて、えー、お過ごしくださいということとぜひがっつり準備をして、えー、あらゆる震災などに、まあ、戦ってもしょうがないんで、えー、健全な定款のもと抵抗というのは、ね、諦めた気持ちのもとできることをやっていきましょうということでございます。えー、地震ジジャャーーナナリリスストト富士山ジャーナリストの上杉隆が 30年前からの取材の集大成として本日4月1日エイプリルフールの日にお話をさせていただきましたちなみにエイプリルフールは午前中がエイプリルフールなんで、えー、午後はエイプリルフリーと言わないんですが今は19時27分午後ですでもアメリカではまだ午前中ですそれでは良い春をちゃお